はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売井川先生です。2017年は世界第2位でした。お豆ね、お豆、うん、あのお豆をちょっと食べてましてね、美味しいんですね。あの上等のねお豆ですね。大きい粒、大きいやつですね。うん、おいしい。で、11月17日になります。で、11日からの成績ですね。今週の12日からの成績ですね。が知見投資のライブ投資の、明細書です。ちょっとこれ上げておくかな。で、ちょっとこれ、全部で、13万5100、だから13万5000円使ったんですね。135回投資したということです。1週間でね。で、全体こうですね。負けたり勝ったりしながら、こうですね。まず、これ17日だから、ここから始まるんですね。最初、ね。このように投資したと。それで、お豆ちゃんを食べてね。うまい。お正月みたいな感じだ。やったー、やったーと言ってね、やったーというか、先週の試験テスト、億万長者になれる程度、ね、このような投資法だったら億万長者になれるぞ、ね、そういう成績です。やったー、やったー、ね、で、ちょっと待ってね、人間の精神描写というか、人にね絡むためになんか外でねこっちに突っかかるように音立ったり物を叩いたりとかねするんですね。こっち呼び出したいためにというか関わりたいという妨害なんですよね。大体ね仕事の妨害で人間全員妨害するから、しょっちゅうね横の家で、私の家をね、監視じゃなくて、何もやんないって言ってんだけどさ、普段はね、遊んでるだけなのね。家をぶっ壊したりとかね、修理してんじゃなくてね、小道具屋さんでスタジオのね、で作るような、家をね、自分でコツコツ建てるんだけど、建てるほどボロくなるわけですよ。ボロくなるの。改造してんだけど、登記もしないでね。変更したらね、登記しないといけないんだよね。量を増やしたりしてるから、勝手にね。あ、ね、東京に住んでたけども、東京人じゃないの。私は東京生まれだからね。うん。危ない。金目当てじゃないの。金目当ての殺しだから。大体人間そうだから。見せてね。突っかかりを見てる。
誰でもそうだけどね、人間がいるとダメですよ、近くに。だってこの上にね、3億円お金置いてることありますからね。それで先週の試験、先日のライブ投資ね、まず最初12日15時43分とかずっと来てるわけですね。これだけの勝率ですね。負けたのは1、2、3、4、5、6、7ね、ノアしか聞いてないから、うん、虫になってね、ちょっとね頭聞いてみんなそうだってね。植物生物みんなそうだな。で、次行こうですね。この成績11月13日から14日のね、20時からですね。これ負けてるのが少なかったね。農家いやー、億万長者だぞ、これは。この成績は億万長者だぞ。この成績は億万長者だぞ。私がもうやっぱりスペシャリストだから、自家用ジェット機を持てるよ、僕は。ん？自家用ジェット機って知ってる？10億円ぐらいするのよ。ヤマハ結構いいな、な。管理費がかかるから2倍は必要、うん、いやーすごいよ、この成績は。試験投資、戦術投資こんな勝っちゃったよ。これ1億ずつ投資って大変な額になっちゃう。20億になっちゃう、ね、なっちゃうよ、うん、ちょっと待って、隣人がなんか音だけで聞いてみて、音は聞いてない、どこないやつだから。何やん、自分の周りの音の反響と合わせてね、動くような人の脳が聞くんですよ。そうするとね、人の脳波ってよく聞きやすくなる。だから自分でなんか音立てて相手にね、その鼓動が脳波に届くでしょ。そうすると相手のキャッチがしやすいの。そういうことばっかりするの。だから相手の音が聞こえるときにね、すごく敏感だから脳波、人のキャッチ脳波。だから物音、自分の周りに音を叩いて、ね、相手に聞かせて、でその反応の脳波聞くわけですよ。本人だっていうのが分かりやすいでしょ。脳が飛ぶから、こっちが頭で脳を受けるからね。やかましいったらあれしないんだけど、そのやり方。それで、こういうふうにね。で、次ね。もう半分までいったな。1万円ずつ投資したら20万ですからね、利益はね。まあ、戦術だけど。週20万ってたら大きいよ。だから、また、バンバンくるって言ったら。すぐわかるんだよ。人を確かめて、拾うためにも音叩き仕事やってね。わざとやってる。こっちだけ集中してる。自分の仕事は関係ない。ベタ目だけやってるだけだから、遊んでるだけだから。不審の人ね、駐車場違反で、ね、また登記も東京なんですよ。でこっち駐車場の証明書がないと車を置いちゃいけない。違反駐車。もう4年、来てから4年ぐらいかやってるの、5年か。違反駐車。
全民票は東京だから。ただ生まれは違うね。九州だ。九州の方だから。違反で参ってる。僕は車を置けなくなっちゃってるね。家の新築も新築じゃなくて改造も違反だしね。やってるし。山をねちょっと あるから切り開きも違反、上の家の土地が崩れちゃうかも。勝手にやってた。130万で買ったのはその上の土地たった130万だよ。家付きで土地付きで死んだかしてね、あの持ち主が130何万、まあホームページのお知らせ僕の持ってるよ。前の人は私が買ってあげたのよ、あんな値段で。まあ悪くてね、他人に売ったらしい。だから迷惑してる。こっちが嫌いでね、で売ったみたい。で、ガンで死んだらしい。片方の持ち主がね。奥さんの方が持ち主だったらしいけどね。乳がんだったらしい。で、死んだらしいよ。で、こうでね、こういう成績でね。先週の成績。これも結構いいね。本当は多く負けたけどね。11月15日、15日からね。ここのとこ負けたね。まあ、13万5千円ですね。1週間の投資額。135回。結構多いね。最初が。ライブだからね、これね。多く負けた。これ大きかったな。これ負けた。以上ですね。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。1億円投資のプロフェッショナルトレーダーです。このようなことで億万長者だよ。こんな成績いつもこんななった。億万長者だよ。これ100万ずつ投資したらどうなるんだ。200万ですよ、週200万ですよ、ね、10万ずつ投資するだけ。あ、まだ分かんない。困ってんのは、調整したらね、いろんな方で調整したら分かんないのに、プログラムがちょっとバグった。復帰できるか分かんないんだ。下のデルのダウンロードサイトね、今、問題が発生してウイルスが入ってね、今、サーバーメンテナンス中ということで、しばらく時間かかります。また、今で入れたファイルは全部破壊される可能性がありますね。だから、再始入れ直してください。悪気はないからね。ダウンロードサイト の販売物で。また書き直しますから、まあ、気にしません。今、多いですから。全部ファイルなくなっちゃってもしょうがないです。みんなそんなに気にしてませんから、全部ファイルなくしてもまたね、出品のね商品出しますから。あ、美味しいな。最高、お豆最高。これお豆これいいでしょ、物が。豆これ最高よ。この豆最高最高。これね、お砂糖とね塩しか入れてない。圧力鍋で、圧力鍋でも電気鍋ね、電気の圧力鍋よ。
消費電力だし、パワーがあるんですよ、意外と。ね。電気の圧力なの。最初はお砂糖入れると、で、煮るとダメなのね。知ってる？豆がね、硬くなりすぎる。だから最初、きれいに湯水でつけといて、それで一回水だ、一回水だけで、ね、圧力鍋で炊くんです。30分ね。それから終わったら、砂糖と塩入れるだけ。ね。おせちに使うような、ね、美味しいね、お豆ができます。私は大学生の時にね、竹石さんというところで、板前の修行をやったんです。アルバイトでね。その時にね、シャープの MZ80K という15万8000円かなのパソコンを買って、いろいろ勉強した、ね。自分が作った会社でも作ってましたけど、コンピューター。その金で買ったと。毎月ローン11万5千円ぐらいだったから、ね、大学で勉強しながら、助かった。勉強用し、ね、パソコン買いましたから。月1万5千円って結構きつかったですね。お小遣いが1万5千円だったからね。大学生の時にね。それ、なくなっちゃうから、ね、すぐ下なんだよね。そうなったね。少し頭いかれちゃったかも。後から僕は貴族だっていうことを公開してるから。一般人じゃないからね。アルバイトで竹真一さんの日本料理店。学生時代お世話になったね。いいもの食わせてくれんの。ね。アルバイトの費用もすごく多かったし、ね、竹地さん、たくさん来る。でね、帰りにね、夜中だけど、12時頃とか1時終わった時にね、今度ね、外食に連れてってくれるの。勉強で、ってね。車でね、また、ね。仕事終わった時。アルバイト代くれた上、さらにね、食い物も同じぐらい。いろんな料理屋に、ね、案内して食べさせてくれるの。いい人だったな。そうなったから頑張ってお客さんとも入ってお金入ってもらいたい ね。今危ないからね、私オンケだから会えないから、ね、購入しちゃってるから一般人じゃないから。本家貴族じゃなくてもね、スペシャリスト者だから、世界スペシャリスト者で、著名人だから、それだけでも危なくなっちゃった。すいません。元柄そうなんだけどね。本家とか身分言うとまずいから、スペシャリストだとでも同じに聞くからね、数人じゃないってことわかるから。そういうことですね。僕もこれは億万長者だよ。これは億万長者。これは、この投資方法でいつも言ってる、もう億万長者よ。月収1億だよ。月収3億だよ。30億だよ。わかる？僕、月収30億よ。こんな感じだったら。ね？月収30億だよ。スペシャリストだな、やっぱな。わかる？これ。ライブの1000円投資の試験投資だけど。こんなに稼げるかな。今、調整中でね、また難しくてロジックがね、戻んなくなっちゃったんだ。いろんな設定で動かしたの。知ってる？片寄せボリンジャーバンドね、オリジナルのから RSI のとかですね、
まあ、もうテクニカル分析を8つ以上で分析してるの。で、イデオロジーシステムは初め1個でやったりとか、2個でやったり、3個でやったりね。あの、肩寄せボリンジャーバンドからね。それで、肩寄せは表示だけにしたりとか、肩寄せ、外側に出たものと、あと、テクニカル分析ね。うん、の分析でね、無数ので通したりとか、今度は中間の、うん、あ、外で出ない中でね、肩寄せボリンジバウンド出ないでのシグナルで発生の取引とやったんですね。これ全部それでやったの、ドローでやったんですよ。だから勝率 60% ぐらいで自分の履歴で、あと、トマイスとかね、あのね、まあ、人に、一応ね、他人から情報を聞かないと、あの、生きていけないっていう、真似をしてね、真似を振りして、こう、あの音立てて、危ない。人間誰でも危ない。僕は、あの、普通人じゃないから。しょっちゅうですよ。あのね、テレパシーでね、私が通ると、あの原理人と同じようにね、サロ軍と同じようにね、人がね出てたり、ね、通る道に出てたりとかするの。僕は原理人ってね、一般人じゃないけどね、原理人じゃないからね。ということでした。じゃあ結果発表しますね。先週の成績は135回使って、ね。で、13万5千円使って、15万7920円の利益でした。に上がりました。回収しました。だから上か下か、貼って、13万5千円貼って、15万7920円買ったところですね。だから2万ちょっとね。2万2千円ちょっと、2万2千円ぐらい。ここバカやってね、この5回曲げ。6回曲げか。ここ、まいっちゃうね。めちゃめちゃ下手くそなんだよね、私の場合。こういうとこは。他の人うまいんだけどな。こういうとこはね。だけど当てにならないからだ。ということでした。半丸岩先生の成績。あ、それから言ってるんだけど、あの、玄関にね、泥棒がよく来るんです。で、配達人に真似してね、巡回してきてね、いつも回ってくる泥棒がいるの。注意してね。入っちゃうよ。カメラ設置してるんだけど、カメラとか。探知機ね。近くに来ると電気がついたり、ね、夜はね。でね、ひどいいたずらすんの。呼び鈴ね、ハイデンね、持ってったりしてね、もう大被害、何枚もいつも毎年そう。呼び鈴ね、電子呼び鈴あるでしょ、ハイデンね、持ってっちゃう。それと、感知器ってあるでしょ、ね、光るやん。あれ持って帰っちゃう。で、それ、どういうのかっていうと、みんなあれなの。配達車に、またバイクで回ってくるの。で、しょっちゅう来るんですよ。それでね、盗みに入れないか、家に盗みに入れないか、見に行くんですよ。全部の防犯でカメラ撮ってんだけどね。だから捕まえられるんだけど、捕まえられるんですよ。簡単だから。ね。そういうの知らないんでね。全然。
一回入られたしね、連絡があってさ、東京に IBM の研究所に勤務してて仕事やってたんですね。泥棒が入ってましたよって連絡があった。捕まえてね、場所を全部明かしたんだって。ここは早稲田大学の与田さんが持ってた別荘だからね、主観で僕は手に入れたの。 IBM の研究所で勤務してたんで、人がいいということで言ってくれたの。間に人いますけどね、女性の方がね。夫婦でね、よく来ていましたよって言ってましたけどね。前の人はもういないけどね、私はこう一番夫婦になっちゃったけど。日本女子大の先生やってるんだけどね、日本女子大教授やってるの。これ早稲田大学の教官だけど、僕も神奈川工科大で勉強で、ね、大学の先生の資格を持ってます。大学の先生です。もう持ってます。やってませんけど、資格取る時だけでしたけどね。ということで、こういう成績ですね。はい。この成績は億万長者の投資方法でしょう。ただ今後も続くか頑張らないと分かんないし、今調整中で、プログラムもダメになっちゃったんだよ。何がやったら稼げるかっていろいろ変えてやったからね。そんなことでした。どうもありがとうございました。